はい、こんばんは、えー。本日この回はですね、えー、やはり政治とお金の問題ですね、えー。この政治と金の問題がですね、もう裏金脱税事件以来ですね、どん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 出てきてるんですね。うん、で、この問題をですね、えーまあ、今回も取り上げたいと思うんですけども、えー、ここでね、まあ、新しくですね、出てきたあというふうなね、えー、まあ、あ 思われるですね、政治資金の付け替え問題というのをね、えー、ちょっと取り上げてみたいと思うんですね。これどういうことかというとですね、この領収書が、ね、の公開が必要なですね、政治団体ですね、まあ、これ、政治資金収支報告書、これ、領収書公開が必要であると。それは非常に厳しい、ね、政治団体なんですねで。そこからですね、この政治家がですね、お金を大量にですね、 まあそれほどね、公開の必要のない、まあ、緩いですね、政治団体。こっちの方にですね、お金を付け替えるんですね。うん。かなり大量のお金をですね。で、それをすればですね、政治資金ね、この元の厳しい方のですね、団体に置いておけば、ね、これは領収書をいちいち公開しなければいけない。これはもう大変だということで、非常に緩い方の団体にですね、付け替えるわけですよ。つまりそれをね、 まあ、お金を持ってくるわけですよねそうするとですねあのねどれだけを使おうとね何に使おうと、まあ、それほどチェックが厳しくない団体ということであればですねより裏金として自由に使えるじゃないですかねうんでそれがですね、まあ、その手法が、えー、自民党でですねまた新たな問題として ここ、えー、ここに来て出てきて出きいるということうなんですねこれはね具体的に言えばですねこれ国会でね質問があったんだけどもまあその前にね、えー、共同通信であるとかあるいは朝日新聞であるとかね、まあ、報道が続いたんですね、うん、で具体的にこれ誰かというとね、えー、茂木幹事長ですよまず第1番にね挙げなければいけないのは茂木幹事長それから これは国会のね、質問ですね、立憲民主党の蓮舫さんのね、質問にね、えー、非常に色をなしてですね、強硬にね、それは何事かみたいなね、ことを言った、新度経済再生担当大臣ですね。えー、それからね、これ共同通信なんかが報じているのは、えー、麻生派のね、かつて麻生派のね、事務局長を務めていた、事務局長事務総長か。 事務務総長を、ね、めていいた康、えー、文さんという、ね、議員ですね。うんまあ、具体的にね、えー、今、名前が出ているのはこの3人なんですけども、これどういうことかというとですね、まずね、これ、わ、まあ、かりやすい、ねあのー、話からするとですね、<laughs> これまずね、テレ朝の,、ねえー、このニュース、記事からですね、えー、ちょっとね、紹介したいと思うんですけども、えー、これはね、国会で、ね、追及があったんですよ。 おー国会でねえ、さっき言ったようにね、蓮舫さんがですね、蓮舫さんが、この進藤さん、新藤経済再生担当大臣ですねえ、この人にね、質問をしたんですよ、ねえー。つまりさっき言ったようにですね、この公開基準が厳しい団体からね、ねそれから緩い団体にですねお金を大量にね、これ、進藤さんの場合はね、2億円だっていうんですよね、2億円以上を移したということで。 ね、これは裏金化しているのではないでしょうかというふうに質問したということなんですよね。うん、これね、新藤さんはですね、新藤さんは、えー、10年間でですね、2億6千万円を付け替えたんですよ。つまり、厳しい方の政治団体から、緩い方の政治団体に、ね、10年間で2億6千万円を移し替えたんですよ。これすごいですよね、これね。そうしたら,です、ねそうしたら これ、ね、あのー、蓮舫さんの質問でね、えー、付け替えたら明細開示率が9.8%まで低下してるんですよ政治資金の隠蔽じゃないですかっていうね質問があったんですねまあそれに対してね進藤さんがね色をなしてね「隠蔽と言われるのはどういうことですか私は隠蔽をしてると言われたらそれは冗談ではない」と言いますよみたいなね <laughs> ことでね <laughs> まるで中学生か高校生のようなね、喧嘩みたいにね、進藤さんは怒っちゃったわけですよね。うん、怒っちゃった。ね。まあこれ痛いとこ疲れた、疲れたから怒っちゃったんだと思うんですよね。うん、ね。まあ人そういうとこありますからね、痛いところ疲れると怒るということですよね。うん。でね、これ要するにね、蓮舫さんは進藤さんに対してですね、どういうふうな趣旨でね、それを追求したかというとですね、 まあさっき言ったようにね、この国会議員関係、えー、国会議員関係政治団体というね、カテゴリーがあるんですよ。ねうん、これ政治団体にはいくつかカテゴリーがあってですね、まあ、つまり種類があって、ね、範疇があって、まずね、国会議員関係政治団体っていうのがあって、これはね、領収書の公開とかね、えー、その使徒ですね、えー、これをね、明確にする必要があるんですよ。ね。 うん、えー、っと、これはね、えー、うーん、明確にする必要があるんですよねで。そういう明確にする必要がある団体からですね、それとね、全然別の、そういうものを公開する必要がない、その他の政治団体っていうのがあるんですよ。その他の政治団体ですね。でそちらの方にですね、 この寄付という形で10年間で2億円以上移したんですよ。2億円以上移した。ということなんですよね。うん。これもちろんね、あの、これ新道さんの関係団体ですよ。ね。うん、移したんですよ。なので、えー、蓮舫さんが、えー、それはね、結局、うー、明細がいらないなら、いら,、ね、明細がいらない、いらないなら、裏金化しているのではないですか。 とらしたんですよで。それに対して新藤さんは法律にのっとって経費を計上しているとおというような答えだったんですよね。うん、だけどこれね10年間で2億6,000万円の付け替えってこれ相当すごいすごいですよね、うん。相当すごいですよ。ね。うん、これはねまあ何かの狙いがなければ。 そんなに映すね、あの意味がないですよね。うん。そんなに映す意味がないですよ。ね。うん。これはね、何の意味があったのかということですよね。うん。それはもうね、まあ、はっきりしてるわけですよ。ね。うん。今言ったようにね、公開の基準が厳しいね、団体。えつまりね、自分のね、関連の政治団体、いくつか持ってるわけですよ。いくつか持ってる。ね。で、 えー、例えば、こっちの方にですね、こっちの方に、えー、政治資金管理団体であるとかね、もうその公開の基準が非常に厳しい団体がある。で、こちらの方にですね、反対の局にね、そういう公開の基準が非常に緩い団体がある。ということなんですよね。そうするとどうですかこの資金をですね、こ自分の資金であることは変わりないわけですからね。うん。自分の政治活動に使う資金ですね、それを厳しい方から 緩い方に移してですねそうすると、ね、公開の基準が緩いのでですね何に使ったかよくわからないという状態になるわけですよねだったら緩い方にみんな移しちゃうっていうねことがあるじゃないですかねそういうねことをねやってるということなんですよねこれね例えば、えー、例えばね どういうふうに緩いどういうふうに厳しくてどういうふうに緩いかというとですね例えばですねこの国会議員関係政治団体と言われるものはですね原則的にですね、この経常経費ですね、えー、経常経費とそれから政治活動費これは1件1万円超1件1万円を超えるね超える経常経費であるとか政治活動費であればですね 政治資金収支報告書に明細まで記載しなければいけないわけですよ。明細。ね。うん、これこれこれにこれこれこれかかりましたっていうね、うんうん。例えばその何を買ったのか品目ですね、えー。そしてどこから買ったのかとかね。それから金額ですね。それも書かなきゃいけないんですよ。それが一件1万円超なんですよね。ところが緩い方のその他のその他の政治団体ではですね。 これは、ね、まずね、経常経費の明細の記載は不要なんですよ。つまり、経常経費であればね、まあ事務所費とかいろいろありますよね、うん。まあ当然人件費も入るわけですけども、経常経費の明細はこれはいらないと。いらないということなんですよ。ね。うん。いらないと。そして、政治活動費も1件5万円以上なんですよ。1件5万円以上がその明細が必要だということですよ。ね。うん。 一件5万円以上っていうとね、例えばね、あのー、まあ、介護費っていうか食費なんかにね、使ってですよ。5万円以下であれば、そんなね、まあ、領収書なんかつけなくてもいいわけですよ。ね。すごい緩いじゃないですか。ね。そういうことですよ。ね。うん。それから、えー、このね、厳しい方の団体は、監査が必要だと。チェックが必要なんだと。ね。ところが、緩い方は、それはいらないと。 いうことなんですよそれで、えー、このね、えー、蓮舫さんのこの質問はねこの新藤さんねに対してですね「うん、それはねあの政治資金のね隠蔽じゃないですか」というふうに聞いたらね新藤さんがね怒っちゃったわけですよ。まあ痛いところ疲れたからね怒っちゃったわけですよ。ねうん、それは違うと。ねうん えー、隠蔽と言われるのはどういうことですか私は隠蔽をしてると言われたらそれは冗談ではないと言いますよ。みたいなね、<laughs> えー、ことだったんですね。うんでね、えー、この新藤さんの件もさることながらですね、このね、茂木派ですね、茂木派の、ね、会長である茂木利光幹事長ですよ。この人はですね、まあ、朝日新聞が報じてね、報じている、えー、報じたんだけども、えー、これはね、 非常にね、もっと大きい額やって、やっているんですよ。これはね、2022年までの10年間で、およそ3億2000万円を移したっていうんですよね。3億2000万円ね。うん。これはね、茂木さんの場合はね、えー、っと、えー、この厳しい方のね、団体、茂手木利光政策研究会っていうね、あるんですよね。うん。えー、これはね、当然ながらですよ。 おー総務省にね届け出済みなんだけどもこれ届け出もねえ必要のない茂木利光講演会総連合会っていう名前のね団体があるんですよここはすごい緩いんですよねここに3億2000万円移したということなんですよねああねすごいですねこれね,ね、まあ、それによってですよそれによって2022年にですね、えー、この支出内容ね お金を何に使ったかですね、それの公開率,公開率ですね、オープン率、えー、それどこに使ったかオープンにしている比率ですね。ねえー、これね、えー、厳しい方の茂木都市政策研究会の方は 96.、96.4%、ね。これ透明じゃないですか。96.4%ね、えー、公開してるということですよ。公開となってる。これはね、非常に透明ですよね。 うん、ところがですね、ねえー、この透明な、えー、茂木ミツ政策研究会から、この不透明なね、えー、不透明な茂木ミツ後援会総連合会の方へ3億2000万円移しちゃったわけですよ。10年間でね。でその結果、この緩い茂木ミツ後援会総連合会の、えー、この支出内容のオープン率、公開率というのは、なんと、 たたったの1.3%、ねうん。つまり他はですね、ね、98.7%は何もわからない。何に使ったかわからないということですよ。何に使ったのかわかるのはわずか1.3%だけということですよ、ねうん。厳しい方から緩い方に移した結果、 緩い方の団体ね、うん、これは、えー、資質が分かっているのはなんとたったの1.3%ということですよこれひどいと思いませんかこれ、ね、よっぽどですね使い道を、ね、隠したかったとしか思えないじゃないですか、ね、これ新動さんがね、えー、怒っちゃったんだけども結局ね当たってるじゃないですか隠蔽したかったっていうだけじゃないですかこれ目的は <laughs> ね もう明名白々じゃないですか、これ。誰が考えたってそれしかないじゃないですか、目的は。<laughs> ね。うん。ね。で、それは茂テ木さんも同じですよ。わずかオープン率1.3%になっちゃった。ということですよ。ね。うん。この資金移動はひどいですね、これね。驚くべき資金移動だと思いますよ。ね。うん。驚くべき資金移動ですよね。 うん。ね。そしてね、茂木さんっていうとね、まあ、栃木ですけどもね、うん、これは栃木の、栃木県の、ねまあ、公式サイトを覗いてみるとですね、この国会議員の関係団体というね、この一覧が公開されているんだけども、その中にですね、この茂木敏光後援会総連合会。 というのはね、これ載ってないんですよ。載ってない。ね、つまりこれもーオープンにされてないんですよね。うん、そこまでね、何て言うかな、あの不透明になっちゃうんですよ。ね、で、とにかく茂木さん、進藤さんね、うん、それから共同通信は棚橋さんのことをね、報道しているんだけども、この3人についてはね、うんあのー、よりその公開率の 極めてて小さい方にお金を持っっっちゃったつまり何に使ったのかわからないようにしてしまった。ね。人について隠したということですよ。ね。隠して一体何に使ってんだ君たちということですよね。うん。そんなようなことなんですよね。うん。ね。ね これはっきり言えばね、なんていうかな、こうね、ちょっと趣旨は違うんだけどもね、言ってみりゃマネーロンダリングみたいなもんじゃないですか。ね。マネーロンダリングね。政治資金のマネーロンダリングっていうかな。うん。なんていうかな、本当本来は政治資金として使わなければいけないのに、つまり政治活動費としてきちっと使わなければいけないのに。ね。うん。それ政治活動費ですからね。だけど資金を移動することによって、ね。 その領収書、明細いらないということであれば、これどうですかもうみんな使っちゃうじゃないですか。ね。うん、何かわけのわからないものに使っちゃうじゃないですか。ね。そういうふうにして、とにかく隠蔽ですよ。ね。蓮舫さんの言ってること正しいですよ。ね。これは使い道の使徒の隠蔽以外何者でもないだろうっていう話じゃないですか。ね。うん、そ隠蔽する必要がなかったら元のところに置いておけって話ですよ。 ね、うんそういうことですよ <laughs>、ねあ。そしてね、朝日新聞がですね、えー、今回ね、えーまあ、調べたわけですよ、改めてね。うん、えー、っとね、えー、2013年から2022年までですね、えー、政治資金収支報告書を調べたんですよ。これはね、えーまあ、調べたといっても、おこの自民党のね、 <laughs> この主要なご派閥の代表と事務総長ですねそれから主要野党の党首についてね、えー、同じような資金移動はないかどうか調べたっていうんですよ。ということは、えー、ご派閥なのでこれはえ事,務事務総長代表ですからまあえこれはまあ10人ですね10人それから主要,野党主要野党の党首ですからね。 うん、これは立憲民主党ね、維新の会、えー、それから共産党、国民民主党、令和。だから,だから5人ですか。ね。えー、とすると、10人、えー、と、10人と5人で15人ですね。15人。15人分ね、13年から22年まで調べたということですよ。ね。うん。うこれ結構なね、まあ、量はあったと思いますけどもね。うん。で、その結果、 今言ったようなね今言ったような、えー、この厳しい方から緩い方緩い緩いねその他の政治団体にお金を移したケースは、えー、結局ね、えー、と茂木さんと新藤さんだけだったっていうんですよね茂木さんと新藤さんだけだったということなんですね、うん、でしかもねこれね、えー、茂木さん新藤さんの場合はね、えー、この政治団体ね 住所も同じなんですよそしてね、えー、この役員だったかなそれもね同じなんですよ。結局ね、えー、なんか名前を変え名前を変えただけっていうかな、えーね、ここからここにちょっと移したっていうかねそれだけなんですよ。ねうん、それだけの作業でこういうねオープン率も全く違ってきちゃったわけですよ。ねうん、そういうことなんですよね。 うん、でこういう事例ですね、こういう事例はね、えー、っとこういう問題ね、政治式の問題に詳しいのは、えー、これは日大のね、岩井智明名誉教授ですね、<laughs> 岩井智智明教授、えー、こういうふうに言ってるんですね、えー、透明性を下げる透明性を下げる脱法行為で、これだけの多角が動く例は見たことがない。 制度の限界を示す事例で改正が急務だと言ってるんですね。うん。<laughs> まあ悪質ですよね、これね。うん、はっきり言って政治資金規正法のね、このなんていうかな、政治資金をより透明にしてね、え国民の目に,見え,やすいにし見えやすいようにしようとえ。そういう趣旨に真っ向から反する。ね、そして法の趣旨を、 もう本当に足で踏みにじる。そういう行為ですよね。うん。そういう行為ですよ。ね。そしてね、えー、これも有名なね、神、えー、明弘之さんですね。神戸学院大学教授ですね。えー、この神明さんはこういうふうにね、指摘してるんですよ。えー、明細がない資質の中身は帳簿で見るしかないが、公開義務はなく事実上チェックできない。 ね、これ緩い方に移しちゃうとですね明細,が明細がない支、ね、出なんて、えー、帳簿で見るしかないんだけども公開義務がないからチェックできないって言うんですね。うん、で政治活動が、えー、国民の普段の監視と批判のもとに行われるように、えー、することなのに、えー、法を作った議員自身が、えー、巨額の使途不明金を作ることは国民への配信だと。 と言ってですねいや、全くその、その通りだと思い,思いますよ。配信行為ですよね。うん。ね。で、なんでね、こんな配信行為までしてですよ。このマネーロンダリングしてね、お金を自由に使いたがるのかという問題ですよね。うん。で、これ実はね、僕はね、この政治資金ね、政治資金のことにね、めっちゃくちゃ詳しいね、政界関係者にね、 話を聞きました。ね。めちゃくちゃ詳しいね。政界関係者に。そしたらね、この手法はね、やっぱりね、昔からあるって言うんですよ。昔からある、ね、うん。はっきり言えば、手法としては珍しいことではないということなんですよね、うん。でね、時代を遡ればね、やっぱりいくつも出てくるって言うんですよ。こういうやり方はね。つまり、茂木さんとか、新藤さんとかね。 うんうん、あるいはね、棚橋さんとかね。まあ、えー、古き良き伝統じゃなくて、その真反対の古き悪しき伝統をですね、これを継承してるということなんですよ。ねうん、こんなね、悪質なね、伝統ね、日本のこの悪質な伝統をね、こんなの継承しなくていいですよ。ね、うん、そう思いますね、当然ながら。ね、だけど、とにかくね、 新しい問題じゃ,じゃなくてね遡のれは結構あるということなんだけどもじゃあね一体ねそこまでして、えー、金をね一体何に使,使いたがるのかっていう問題ですよね。でその問題についてはねこれね根本的な問題なんだけどもこれはねなんとか僕は説明してるんですよ。どういうことかというとねこれはえー、裏金脱税議員ですね。ね うんこれ派閥の政治資金を、ね、政治資金パーティーねそれをキックバックしてもらって裏金裏金にしてねそして政治資金収支報告書にも載せないそして脱税しながらそのお金を使うじゃあ何に使ったのかということですよねそれとね同じなんですよ結局これは何度か説明しましたけどももう一回重要なんでね、えー、もう一回ね簡単に説明しますけども3つのうち1つ第一 それは自分の金ですよ。ね。つまり自分の私で使うということですよ。ね。うん。これはもう何に使おうとね、自由じゃないですか。ね。だって、チェックしないわけでしょで。裏金脱税事件の場合はですよ。それね、あの、政治資金収支報告書に載せないわけですから、もう何のチェックもないわけですよね。それはもう自由に使える。そして今回ね、 えー、こののお金の付けけ替えやったわけですよそして本来であれば90%以上のね公開率だったのに、ね、今なんと茂テ木さんの場合なんか1.7%だったかな ?1. 何かですよね,、うん、ね。わずか1点、ね、わずか 1. 何ですよ、ねうん。そういうふうなことになっちゃったわけですよ。ねうん、そんなですね1.3%だ。 わずか1.3%ですよ。ね、うん、そんな公開率ですよ。ね、うん、そして、えー、そんなね、えー、低レベルの公開率でねそれで一体何に使ったのかこれまず私のねお金ですよ、ね。そしたら俺何でも使えるじゃないですか。ね、うん、例えばね愛人、うん、をねマンションに囲ってどうのこうのとかねそんな風な金にも使えるしね何のチェックもないんだからね。うん 何にででも使えるわけですよ、ね、ね、うん。そして、ね、最近はですよ、最近はっていうかなこれはね、えー、上級国民ね、この国会議員はね自分自分をね自分たちを勘違いしてるんですよ。ね、自分たちは上級国民なんだと。ね、下級のも下々の者たちとはね我々は違うんだというね、意識なんですよ。ね、なのでねこのね、図がすごく高くなってるんですよ。ね うん。これ、長田町なんか歩いてみるとね、よくわかりますけどね。うん。なんかね、偉そうにして歩いてるんですよね。うん。非常に勘違いしてるんですよ。上級国民。で、その上級国民の地位を保つためにはね、やっぱりお金がいるということですね。これ、食べるものも全然違うと。ね。下々のものをたちが食うのはね、全然違う。私は牛丼なんか食ったことない。みたいなね。<laughs> そんなようなことでね。うん。子供の洋食も全然違うぞ。みたいなね。そんなことなんですよ。 それから2番目。地盤培養行為ですね。これも何度も説明しましたけど、これは地方議員ですね。自分の選挙区のね。そこに普段から餌をまいておくんですよ。ね。餌をまいておく。つまりお金をやるわけですよ。買収。そうするとね、いざ選挙となった時に、まあ、動いてくれるっていうことですよ。普段からの餌焼き、餌やりをね、サボってると、もうそこはね、いかげんにね、動いてくれないっていうことなんですよね。うん。これもちろん公職選挙法違反ですよ。ね。うん。で、3つ目。 これ、派閥の中でのね、幹部に対するね、金配りですよ。ねうん、これも日々ね、まあ、餌をね、まあ、上納金をやってないと、ね、自分がやっぱりね、人事で、ねあのー、うまくいかないんですよ。つまり出世できないんですよ。派閥の中で。でね、日本の自民党っていうのは、派閥の中で出世しないと、大臣への道が開けないんですよ。ねうん、この3つなんですよ。 えー、三つともね、六でもない金ばっかりじゃないですか。ね。六でもない金。つまり、こんなものに領収書なんかね、出せるわけないんですよ。ね。うん。まあ、かろうじてね、自分の金として使ってね、えー、これはね、まあ、領収書として、まあ、ごまかせる部分がありますからね。まあ、これはやってるんだろうと思いますけどね。うん。ね。で、特にね、この一番最初のね、自分の金として使うというのはね、まあ、これ前回の動画でも説明しましたけども、自分の、この政治資金管理団体ですね、 これはね、法人ではないんでね、法人格がないんでですね、えー、領収書がね、その政治資金管理団体名ではね、領収書をくれないんですよね。うん、なので、これはね、えー、まさにあの代表名、つまり政治家の名前なんですよ。そうすると、ねうん、私で使おうと、これは政治資金として使おうと、区別がつかないんですよね。 なんで、ここでもごまかせるわけなんですよ。ね。自分の政治資金管理団体でもごまかせる。ということですね。そして、さっき言ったようにね、いろいろ裏金化すれば、ね、緩い方の団体に移せば、まあ、この辺も非常に重要度が増してくるということなんですね。うん、そういうことなんですよ。ね、うん。これはね、前回説明しましたけどね、えー、杉田美代さんなんかね、うん 最初の頃はね、この会計責任者としてね、うんえー、この自分の政治、政治資金管理団体の会計責任者として、神戸市のね、税理士を使っていたんだけども、おそらくそれでね、もう救急々となっちゃったんですよね。きつきつとなっちゃってですね、そして、えー、自分の父親に頼んでね、名前だけ貸してよ、お父さんみたいな感じでね、そして、まさに名前だけの会計責任者。そしたらもう全部自由にね、使えるじゃないですか。ね。 さっき言ったようにね領収書のね宛先はねあの自分の名前なんですからね政治団体じゃないんでね、うん、そういうふうにねあのとにかくねゆるゆるなんですよ、ねうん、日本のこの政治資金っていうかな、うん、このねあのシステムがですね、まあ、これ政治家が作ったんでね自分のために作ったわけだからゆるゆるになるのは当たり前ですよねこれね、うん、そういうようなことですよね、うん ね、でこういうねことね,ねほとんどね自民党の問題なんですよほとんど、ねまあ、ほとんどというのは少しは野党の問題もあるんですよ少しはね、まあ、どういうことかというとね、えー、これ前回でも説明しましたけどもこの政治資金管理団体ね、えー、これに法人格がない、ね、そしたら政治家が自由に使える、ね、基本的にそういう問題があるでこれについて野党もね えー、にやりとしているだけで手をつけようとしない、えー、つまりそこでね少しう,うまみを味わってるわけなんですよね。うん、だけどほとんどはほとんどはねこれ自民党の問題ですよ。ね。裏金脱税事件もさることながらね。うんえー、このね、えー、厳しい政治団体から緩い団体に政治資金を、ね、大量に付け,、えー、付け替える。ね、うん。茂木さんなんか3億数千万円やっちゃったっていう話ですからね。 新藤さんさが2億円ぐらいでねまあひどい話ですよねこれねほ <laughs>、うん本当にね,ね国民をバカにしてるというかね本当にこの何て言うかな制度そのものそれをね本当にバカにしてるね、うん、抜け道ばっかり探してるまあなんていうかなミみっちーというかねずうずしいというかねあ、うん それで自民党の幹事長でございますとかね、えー、内閣の大臣でございますとかね、<laughs> ふざけんなって話じゃないですか。ね、うん、本当思いますね、僕はね、うん。こんな隠蔽ばっかりしてですね。でねうん、もう何て言うかな、裏金脱税議員じゃなくてね、隠蔽議員ですよね。うん、ねなので僕はね、 自民党はね、これ一回ね、やっぱり解体しないとダメだと思うんですね、うん。そのためにはね、政権交代が何よりも重要なんですよね。政権交代して、この権力のですね、重心をね、一回移さないとダメなんですよね、うんで。これはね、えー、そういう意味での政権交代はね、二回あったんですよね。これ諸業政治課小沢一郎でね、二、えー、回とも書きましたけどね。うん これは細川連立政権ね。それから民主党政権ですね。ね。この歴史をね、小沢さんにね、話をじっくり聞いてね、書きました。でね、僕はね、その時もねあの、言っていたんだけども、3度目の政権交代はね、絶対必要なんですよ。そしてさらに言えばね、さらにここでね、予言しておけば、4度目、5度目、あるいは6度目、ね、政権交代がね、必要なんですよ。で、その度にね、 政政権交代すするたびに、日本政治は進化していくんですよ進化化ししてていいくく。ねうんでよ。民主党政権、ね、の時にやっぱりね進化したんですよ。だけどもやっぱりねあの日本の今の政治の実情ですねつまり自民党政治がずっと続いてきたねこの汚れ,汚れ切った政治っていうかねその中では機能しなかったんですよ。あまりに綺麗すぎて機能しなかった。 ね。なので崩れちゃった。ね。うん。だけども、もう一度また必要なんですよ。三度目の政権交代が。ね。そして、より現実に近づいていくんですよ。で、その度に進化していくんですよ。日本の政治が。ね。それまで荒っぽい動きがずっと続くんですよ。それが細川連立政権であり、民主党政権であったと。そういう荒っぽい動きですよ。で、今度三度目。ね。 また少々荒っぽいけども、それが必要なんですよ。で、だんだんと、ね、ソフィスティケイトってソィィ、ソフィスティケイトされてるわけ、されていくわけですよ。ね。ああ、ちょっと下が回んなかったですけどね。洗練されていくわけですよね。うん。そうやってだんだんね、日本政治も、ね。だんだんと、先進的になっていってですね。まあ、そして、まあ、議論に耐えるだけの政治になっていくわけですよ。ね。あ、これをね、 やっぱり我々の今のね、今現在生きている我々としてですね、我々世代としてですね、何としても政権交代をやってですね、ね、荒っぽいね、交代でもね、それをもう何度かやると、ということなんですよね。うん。ということがね、僕は重要だと思います。まあ、というようなことでね。 え本日この回もね、この辺りで終わりたいと思いますけども、えー、最後にまたコマーシャルタイムいただきましてですね、これコロナ日本国書ね、えー、コロナ対策、感染症対策は非常に重要なんですけどもね、自民党政権のもとではね、やっぱりね、うん、科学的な知見に基づいた対策ではなくて、利権に基づいた対策になってしまってるんですね。なので、これはね、失敗せざるを得ないんですよ。ね。うーん でそのことをねこれはね書いた本なんですけどもね感染症対策、非常にこれからも重要なんでですねこれをよぜひね読んでいただきたいなと思うんですねそれから原発と日本列島ですねこれはね地質学者でありながらですね同年同力の核燃料開発事業団に30年間ね在籍した土井和美さんがですねこれはね能登半島をはじめ 日本全国の地質を調査してですね日本列島の地質の上には原子力発電所を作ってはいけないという結論に達したんですね危なすぎるということですよねうんでそのことをね、まあ、生涯かけてですねたどり着いたし、えー、結論でですねそのことをね分かりやすく書いた本なんですね、うんえー、これはね今自民党政権の下ではねまた原子力発電所にね 戻ろううといい動きがす、ね、すごく強いんですよね。極めて強い、ね。これは断じてね、そうさせてはならないんですよ。そうしてはならない。ねうん、これはぜひ読んでいただきたいなと思います。それから、うん、ジュリー・アンドリュース・ジョですね。これはね、国際的なミュージカルスターであるジュリー・アンドリュースがね、 イギリスの演劇界アメリカの演劇界で活躍してですねその子の人間模様それからジュリー・アンドリュース自身のラブロマンスであるとかねそういったことをですね温、えー、かい視点でね、えー、これ分かりやすく書いてあるんですねうんなのでね本を読む楽しみがねすごく味わえるんですよ時には肩の力を抜いてですね読者の楽しみを味わっていただきたいと思うんですね そしてこれがですね、僕が関係させてもらっている5月消防審査の新刊なんですけども、今、日本全国地方の方ではですね、えー、本屋さんが少なくなって本を直接買えないとか、あるいは、えー、Amazon でも本を買ったことがないという方もいらっしゃるかもしれませんけども、そういう方は5月消防審査に直接ファックスなり電話なりしてきてください、えー。郵便振込であるとか銀行振込で対応したいと思います。5月消防審査のファックス番号、電話番号は104の方ですぐに分かりますので、 どんどんですね、遠慮なく行ってきていただきたいなと思います。うーということですので、えー、本日はこの辺りで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。